話が変わるんですけれども、はい、政務活動費についてなんですが、石破総理がですね、将来的な廃止も念頭に、政策活動費、すいません、はい、将来的な廃止も念頭にというふうに言っていたにもかかわらず、まあ、今回の衆院選で使うというふうに、まあ、明言されたんですけれども、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。うん、例えばこうちょっとこう自民党の議員の中でお金の問題で、まあ、こう公認が得られなかったり比例名簿に載せないというご判断に関しては僕は一定ご決断されたのかなと思う一方で、今ご質問にあった通り総裁選の方で主張されていた内容と今目の前で起きている内容がちょっと違うんじゃないかなっていうのはこの間ちらほら見受けられるところかと思います。そうなると有権者からしたらあの時石破さん言ってたことは何だったのということになりかねませんので、主張された内容については、まあ、もう今回解散総選挙もねしばらくしないというお話だったんですが、まあ、それは結局こうなりましたから、あの議論を通じてその自民党の総裁になられて総理となられたわけですので、このおっしゃられたことについてはぜひ進めていただきたいと思いますし、それは国民もそれを信じていろいろこの間見てきたのに結局言ってることとやったことが全然違うんであれば信頼に結びつかないと思いますから、総裁選でおっしゃられたことっていうのは現に守っていただきたいと思います。